京国講和は、江戸時代前期の大名。張間国立の藩主、佐抜国丸亀藩の初代藩主、丸亀藩京国家三代。前藩主、京国忠敬の弟の安毛高生の長男、寛永八年に除任する。寛永十四年に、末永二十六万国の藩主であったおじの京国、忠敬が没したため、その末期用子となり、 はり辰野藩六万国へと原報される。万寿元年に、大海源氏の同族である、山崎春よりの後を受け、佐抜丸亀藩六万国に違法となる。万寿三年に、佐抜にあり広く信仰されていた、コンピラ大権年を江戸三田の判定に誕生し、参拝を願う江戸の町民に応え、毎月10日には、邸内を開いて参拝させた。また、この年には、 丸亀城の天守閣を完成させる。1662年に京都において44歳で死去。あと、次男の高豊が継いだ。正室所生は、悪里のほか、創生した、長男、小星と次女。即室不さ子所生は、次男、高豊。即室熊谷氏所生は都、都古。講は、先代当主、忠敬の甥というのが通説だが、実は忠敬が、 そばめとの間に設けた男子を、正室、初姫とその実家の徳川将軍家をはばかって、追いとして届け出たという説がある。ありがとうございます。